三遊亭歌立花は落語家の名跡。当代は三代目。縄文、片番初代、三遊亭歌立花は元落語家、実業家。本名は地引き進む。二代目、三遊亭演歌の門家。前座名、三遊亭歌住。1955年に煮詰め昇進し歌立花と改名。将来を職望されていたが、突如廃業し、 大人の玩具の販売業者に転身した。晩年はその事業も辞め、二件分の商品在庫を立川男子に譲渡し、彼のコレクションとなった。2010年6月死去。長男は、グローバル寿司チャレンジ2015世界チャンピオンの地引き、厚。三大目、三遊亭歌立花は、社団法人落語協会所属の落語家、新内。本名は、女達也。 出林は、ヤギ説。所属プロダクションは株式会社、三遊亭演歌事務所を経て、2011年1月1日より、株式会社共同テレビジョンに移籍する。足利市観光大使、栃木未来大使、足利輝き大使。愛称、滝井師匠、柿土、落語界の美肌王子。趣味は温泉、釣り、大相撲、プロレス観戦、映画、読書。 料理、掃除。栃木県足利市八幡田町出身。出身地の足利市八幡田町の道町内に、初夏の間光尾が在住。祖父が友人付き合いをしていた関係で、生前の間光尾に可愛がられた。祖母が民謡歌手の早坂三江門下で、物心づく頃から民謡と三味線の指導を受ける。幼少期に両親が離婚。それぞれ新しい家庭を持ったため、 以降、祖父母が両親代わりとなる。中学3年生の時に3代目、三遊亭演歌に弟子入りをする。前座名は、三遊亭開地。1999年5月1日、二詰め昇進。三遊亭足歌と改名。2008年9月21日、新内昇進。同時に3代目、三遊亭歌立花を襲名。 栃木県発の落語家、新内。テレビドラマ映画ラジオ連載インタビュー。ありがとうございます。